はよう朝だよ。4月16日木曜日の朝動画です。1889年の今日、何の日かというと20世紀最大の映画作家であるチャールズ・チャップリンの誕生日ということで、今日のテーマはチャップリン。チャップリンといえば口ひげ、ダブダブのズボン、大きすぎる靴、山高帽に竹のステッキ、ちょびひげというなんとも独特な風貌で、皆さん見たことあるんじゃないかなと思います。映画の黎明期に数多くのコメディ映画を作り、バスター・キートン、ハロルド・ロイドと並んで世界三大喜劇王とも呼ばれているのがこのチャップリンという人物です。チャップリンは日本との縁があって、日本人の運転手を採用したりとか、ある時には周りの使用人が全員日本人だったなんてことも。1932年の5月には念願の日本を訪れ、歌舞伎やお相撲を見たりとか、西陣織の羽織を愛用したりとか、天ぷらを好んで食べたり、まあとにかく日本に惚れ込んでいたわけ。この来日をした1932年5月といえば515事件が起こった頃、被害者といえば護憲運動を進めていった当時の首相犬飼剛なんだけども、実はチャップリン自身が暗殺の標的にされていたっていうのは皆さん知ってるかな。事件の首謀者たちはチャップリンを暗殺してアメリカをはじめとした世界中に衝撃を与え、そして戦争を起こして改革してやろうみたいなことを考えていたらしい。まあ世界で名が知れ渡っているチャップリン、まあちょうど今後だったってこと。しかも犬飼首相との会談も予定されていて、それが事件のあった夜、15日の夜だったりとか、まあかなり危険な状況にあったわけなんだけども、15日当日気まぐれなチャップリンが相撲が見に行きたいなんて言って会談を延期したんよ。で会談を延期したことによって結果的には暗殺を回避することになったっていう形。ちなみに計4回日本に来日してるんだけども、2回目の時は226事件が起こってて、これまた回避をしてるっていう、なんだこの偶然っていう感じがするんだけど、これが本当に単なる偶然だったのか、はたまた必然だったのか、まあかなり不思議なお話なんじゃないかなと思って今回ちょっと取り上げてみました。てな感じで今日の動画はここまで。今日も一日頑張ろう、私も頑張るよ。バイバーイ。